とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントありがとうございます。今日は、ムチの使い方を説明していきたいと思います。ムチですけども、普通に使うと弱いです。もう、トップクラスに弱い武器だと思います。攻撃速度もそんな速くないし、攻撃範囲も狭い。ダメージも低いっていうことで、ものすごい弱いんですよ。でもなぜかこの武器が最強格。その理由が毒なんですよ。ユニーク装備のツタの鞭になった時の毒のダメージ。これがとにかくえぐいんです。ボスをワンパンして倒すぐらいダメージを出すことができます。で、そのダメージを出すためには、火力が必要になるんですよね。エンチャントが重要です。今装備してるツタノムチがこんな感じ。黄金にリフレッシュでダイナモアーティファクトシナジー虚無ですけども、重要なのはダイナモと虚無。この二つです。この二つが重要。あとの二つは、まあ、火力スキルだったら何でもいいと思います。リフレッシュはね、別にいりません。うん。そこまで敵を倒さないので、リフレッシュはつけなくていい。とにかく、ダイナモ虚無。それプラス、追い打ちと、アンチャンティングとか、あとアーティファクトシナジーとか、そういうのと相性がいいです。で、メインの攻撃にツタの鞭を使っていこうとすると、なかなか難しいんですよ。ダイナモを貯めなきゃいけないので。なので、メインの武器は弓、もしくはアーティファクトにして、ツタの鞭はサブ武器として考えてください。弓とか、アーティファクト。そういうので倒せなかった敵を、鞭を使ってワンパンしていく。そういう戦い方でいいと思います。まあ、とにかく、ボスとかでもワンパンで倒すことができますので、ぜひダイナモを貯めてから攻撃してみてください。では実際どんな感じなのかやっていきましょう。黒曜石の塔に来てまーす。ドクター入りますね。基本的には、弓とかね、こういう感じで倒して、強いキャプテンとかいますよね。こういうやつを、まあ今のは倒したけども、結構時間かかるじゃないですか。こういうやつをこういう感じでワンパンして倒していく。で、雑魚敵は基本的に、あ、痛い。めちゃくちゃ痛いな。雑魚敵は基本的に、今回みたいに弓、もしくはアーティファクトで倒していくっていう感じですね。羽を使う装備がいいです。羽を使う装備で、雑魚敵はこういう風に倒して、キャプテンとか、高 HP のやつを、鞭を使って、仕留めていく。この、エンチャントの敵なんかもね、結構しぶといので、こういうやつらを、ワンパンしていく。そういう勝ち方ですね。はい。痛えな。こういう防護のね、むちゃくちゃ硬いやつとかでも、全然いけます。こういう敵だったら、敵 HP140% かなり上がってるんですけども、こういうやつでも、ダイナも10ぐらい貯めてれば、十分に倒せるぐらいの威力はあります。はいはい。こんな感じで、コースまでとりあえず行きましょうかね。あとキャプテン1体か。それでは、ボスまで来ました。HP が 140% 増加してるので、まあ、普通じゃ、なかなか厳しいです。でも、ダイナモ20溜まってるムチだったらば、多分いけるかな。できれば、あ、いけるな。OK。で、ボスが出るまで、またダイナモを溜め直します。あ、十分だね。OK。いや、倒せないか。あ、倒せた。倒せました。ギリギリ倒せたね。HP140% 上がって、脅威が3のボスも、20まで貯めれば、ワンパンで倒せます。これぐらい強いんですけども、単体として考えると、そんなに強い武器じゃないので、サブ武器として、考えて使っていってください。そうすると進化を発揮すると思います。はい、今日はツタの鞭の使い方でした。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。